こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は道生異夢です。同じとこに寝ていても見る夢は異なるという意味から、同じ仲間立場でありながらそれぞれ考え方や目標を別にしていること、同生覚夢も同様の意味です。それでは今から同生異夢を楷書で書いていきます。で、今から同生異夢を行書で書いてみます。それでは今から同生異夢を草書で書いてみます。今から同生異夢の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。